推しが配信してくれないですって、いおりですか私に圧かけないでそれはなんかどう言えばいいか大変申し訳ございませんっていうリーダーとして謝っておきます。嘘です、嘘です嘘ですよあのそれぞれあると思うんですよ、あの推しが、あのいおりさんの、ね、ファンの方だけじゃなくて、あの他のメンバーのファンの方でいっぱい思う方もいらっしゃると思うんですよ。あのうちの推しがあの配信してくれないんですけどみたいな、あのなたくさんの方にも私はね、あの言われるんですよ。私にでもその権利はないですし、あのしたい時にするのがやっぱショールームでいいんじゃないかなっていう風に思いますし、あの私は誰々配信して欲しいってあの結構なんか言われても、なんだろう、その子に配信しろと私は言いませんから、はい、してほしいっていう気持ちはすごくわかるから、わかるんだけど、まあでもさ、なんだろう、 SNS で見る回数が多い子、テレビで見る回数が多い子、ショールームで見る回数が多い子とかさ、まあ、それぞれあるから、自分の得意な分野とか、逆にさ、私は私のファンの方に自分の姿を見せられる場所がなんかそんなに多くないというか、だからこそ私はショールームで自分の姿をファンの方に見てもらって、生きてるよってやってるだけで生きてるよって言ってる部分がそれぞれ人それぞれなだけなので、まあいいじゃん。逆にレアなのもよくない？やってくれた時のさ喜びがさ、私がやった時の喜びなんて誰もないんだぞ。おい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 私はもう当たり前だからさ。でもさ、他のメンバーがやった時の喜びはさ、みんなすごいじゃん。だからまあ人それぞれやで。私のファンの方は私のやり方で愛を伝えたり、ありがとうって伝えたり、自分の姿を伝えるし、他のメンバーは他のやり方できっとファンの皆さんにいっぱい伝えてるから、もうちょっとあのショールームやらない勢のメンバーのファンの皆さんはあの待っててあげてくださいだって推しメンが楽しんでやってる姿が好きでしょ。でショールームをやった時にはこうファンの皆さんがショールームをやりやすい環境を一緒に作ってあげてほしいなって思います。